ごめんね、怖いお兄さんだよね。はーい、こんにちは。今日からみんなのコーチやります、双葉タイガ、よろしくね。あれがきっかけで僕はようやく兄さんの家族になれた。僕にとってエンジェルクレイヤーは絆なんだ。それに手の速い女は人の秘密を知りたがる、ばあちゃんがそう言ってたぜ。こちらこそ、僕の親友を助けてくれてありがとう。カラスにさらわれちゃって心配してたんだ。僕の名前はラン、今夜からあんたとこの部屋で暮らすことになったんだ、よろしく。俺、子供の頃から気分がダウンすると体が弛緩してしまう病気にかかってるんです。頼むよ、俺のせいでみんな消えちまってどうしたらいいんだよ。俺を一人にしないでくれよ、頼むから命令を中止。傷ついた人の心を癒すのも風成翼の大切な務めです。頑張ってください。実は日高さん、昨日見ちゃったらしいんだ。何を？あれを。夜、誰もいない学校に出るものを。かがりは今泣いているんだ。こんなことになるのが嫌で今泣いているんだぞ。へえ、悪くないじゃん。僕の敵じゃないけどな。アビリティカードセット。アビリティ発動、ナックルバルカン。つまり何でもいいから、俺たちがその天竺ってとこへ行って牛魔王の実験をやめさせりゃいいんだろ。それで俺に代わりをやれって？そんなのは思い過ごしたよ。だってお前は混沌なんて望んでない、そうだろう？そうだが、それはかつて人間だった僕の魂が思うことだ。僕という存在はあくまで混沌を望んでいて、お前たちに負けたことで俺は自分の甘さをとことん思い知らされた。あの時の借りは今日返す。倍にしてな。でも二次の森でナイト過ごした家禄も今は俺の中にあるし、俺が家禄なんだよ。ない。なんだこのあっけなさは。ゆるゆるだな、呆れるほどに。エリア11の防衛線とはこの程度か。何かヤバかったり疑いそうになったり辛いことがあった時はな、仲間に相談するんだよ。その監視長への無礼な態度に加え、今度は監視長へ渡す資料を机に落とし、余すさえ監視長に拾わせようとし、なおかつ監視長を突き飛ばすとは、非礼を謝れ。ああ、こちらに留まることになった。あんたにももうしばらく付き合ってもらう。わかりました。万一の時の段取りだが、この縄文に我が槍は阻めぬ。天破絶尊、真田幸村剣山。勇猛なる者はお相手つかまつる。なんで嬉しそうなんだてめえは。とにかくあんだけ盛大な挨拶もらったんだぞ。うちはきっちりお返ししなきゃ失礼だよな。あれを追うってことは狩猟者か。こいつは傑作だ。平和ボケした国の狩猟者はどいつもこいつもこの程度か。この魔眼のワイズリーが遅れを取るとは悔しいの。しかし懐かしきこのタプタプ感よ。全てが終わって何もかも終わらせることができたら必ずここへ帰ってくるって。ルカも幸せになることを諦めないで。しかも双葉さんの養育費として受け取ったお金の大半を投資に失敗して失ってる。専門家から見てもかなり無謀な投資だったようですよ。内なる声に呼び覚まされ、深き闇より蘇る。俺の名はマスカレード。そういえば言い名付けだった静香が消えてくれて正直気が楽になったよ。これの母親のように従順になるのを待とうにも永遠に等しい時間を待たされかねない感じだったからね。なんでトリュフ送ってくんの？そんで俺の名前で請求書？無理無理、払えるわけないじゃん。普通にクーリングオフしちゃうし。でももう食べてます。甘くない。
らするって楽しいね。いたずらそれは芸術さ。叱られやしないよハロウィンだから。